守りたい。一体幻でも見てるのか。守りてよ、この開口は運命だ。守りて、私の名はカサンドラだ。名は変わる、だが役割は不変だ。あなたは守りて、封印を維持し、ヘルメストリスメギストスの杖を守る者。その声、アトランティスで聞いたことがある。そうだろうとも、私はアレシア。杖によって我々は結びついている。結びつく、どうやってだ。適切な形でだ。あなたは記憶の継承者に私を届ける。彼女はあなたを通じてこちらを認識し、私はあなたを通じて彼女に語る。つまりその継承者とかいうやつが私から杖を受け取るまで持ってろということか。私に何が起きるんだ。我々皆に起きることが。そして彼女はアトランティスへの大いなる封印を解く。あなたの役割はその時が来るまで守り手となることだ。制約を。継承者はどこにいる。どこではなくいつだ。彼女はまだ存在しない。だがここにいて我々を見ている。わかった。それが誰であれ、継承者が杖を手にする準備ができるまで杖を守り続けることを誓おう。それで診断の結果はどう。今アラナが持ってくるわ。分析には時間がかかる。今のうちに。キヨシ、ねえ、いるだけ休めて言うたんや。記憶の継承者よ、大いなる封印のもとへ。ビクトリア、今の聞こえた。いえ、何も。何を聞いたの。前はジャミングのノイズみたいだった。でもさっきは声が聞こえた。カサンドラがアトランティスで聞いたのと同じ声が。流入現象かもしれないわね。アラナが診断結果を出すまではキヨシの言う通り休んでて。封印のもとへ行くのだ。守り手の立てた誓いは果たされた。そして今、私はあなたと結びつく。継承者よ、アトランティスの封印はあなたとの開口を長い間待っていた。ビクトリア、アレシアの声が杖を通して聞こえる。ビクトリア？干渉者には聞こえていない。通信にスクランブルを。集中しろ、レイラ。お前はおかしくなんてなってない。多分。あの記憶がアニムスの故障でないなら、カサンドラは守り手として私のためにこの杖を守ってきた。でなぜか杖は音声通信を備えてて、この封印と接続してる。この紋章、まるでロック機構みたいに見える。この紋章を適切な順番で指定すれば大いなる封印は開かれる。オーケー。でもどの紋章をどんな順番で。まずはそれを知らないと。すべての謎は守り手の心に。アルタイル2号へ、アニムスに戻る。シグナルが届いて私のバイタルをモニターできればいいけど、もしダメだったら。だから言ったでしょって言って。
我々の役割は継承者を紋章に導くこと。テラスという名の男が場所を知っている。テラス、ペイディアスをアテナイから逃がすのに協力してくれた男か。ここへ連れ戻したのはそれが理由か。この地にはまだ行うべきことがある。あなたはそれを知らない。テラスの元へ行き真実を明らかにするといい。継承者とは？向こうから訪れる。あなたの旅はアトランティス。守り手というのは存在ではなく役割だ。ピタゴラスはその力を利用するために杖を保持した。あんたは誰？いや、私はアレシア、イスだ。ピタゴラスは我々をかつてキタリシ者たちと呼んだ。複雑な問題の中で私はあなたと同じように世界に反乱を招いた。テラスは今どこにいる？セリフォスへ連れて行かれた。気をつけることだ。テラスを探そう。あんたも一緒に来るよな。我々は一体だ。テラ、聞いて。どうしたの、ハラナ。話は二つ。バイタルを確認できなかったのは通信妨害のせい。今キヨシが調べてる。イカれてるって思うだろうけど、原因は杖よ。今更思わないよ。でもちゃんと確かめないと。もう一つはアニムスは間違いなくバグってるってこと。ビクトリアはモニターに向かってフランス語でブチ切れてるし、使うのは待った方がいいかも。誰がブチ切れですって？レイラ、アルテール2号が所定の位置に着くわ。調べがつくまで休んでて。そんな暇ない。封印の解き方を知ってるテラスをカサンドラは探してる。何言ってるの？ちょっとレイラ。テラスはペイディアスの友人だった。答えが分かったらすぐに知らせる。レイラアウト。ペイディアスが知ってた以上のことは知らない。頼む、やめてくれ。俺だってこんなことはしたくないが、そうもいかないんだ。どこでペイディアスの工房の紋章を見つけたかを教えてもらうまでは。調べてこい。わし使い、あんたに会えてどれだけ救われたか。大丈夫か？ペイリアスがされたことに比べたら何でもない。彼のことは聞いたか？何かあったのか？噂だが、黄金に身を包んだ男が彼の工房に押し入って腕を折ったり、他にもひどい拷問をしたというんだ。
遺体は埋葬もできないほどの状態だったとか、全てこの紋章のせいだ。紋章？俺はアガメムノン、エテオクレス、オリオンの墓を探索してた。あんたと同じ旅人だからな。そこで紋章を見つけ、ペイディアスに送るために羊皮紙に記した。紋章はどこにあった？アルゴリスにあるアガメムノンの墓に一つ、次を見つけたのはアッティカだ、エテオクレスの墓にあった。最後の一つ、これはボイオティアにあるオリオンの墓の奥深くで見つけた。どこか安全な場所を見つけないとな。アドレスティア号に来るか？その気持ちだけで十分だ。この地図を持っていけ。今の俺にできる精一杯だ。またな、わし使い。ありがとう。Hmph.